新年明けましておめでとうございます。キュータン動画、明けましておめでとうございます。2022年もキューちゃん動画をよろしくお願いいたします。ということで、新年一発目の企画はこちら、2022年のオタクの目標。2022年みんながどんな1年にしたいのか、どんな目標を掲げているのかを教えてもらいたいと思います。2022年の目標こちら、やまないが小無理まあ、やまないのは一番ですね。やっぱりやまないのが一番いいですけど、まあ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 無理よねやまないの無理じゃない？どうだろうか。僕は無理だと思うんだよな。やまない1年、1年間ってことでしょ。無理だよ。無理じゃない。だって何回やんだよ。何回やんだ？ん？何回やんだか覚えきれないねえ。絶対認知。ああ、今年こそは認知をもらうぞと。いや、それはもう頑張ってください。現場に通い詰めて。なかなかでも難しいっすよね。握手会とかはないから、握手会がなくなってしまった分、今までより認知されるの難しい世の中ではありつつ、認知もらえる方法なんていくらでもあるんで、頑張ってください。オタクをやめる絶対無理よ。オタクやめんともう絶対無理だと思う。少なくともオタクをやめるんだって意気込んでる人は絶対オタクやめないと思うんだけど、どうだろうか。どうですか。まあでも目標は自由ですからね。オタクちょっと教えてください。じゃあ、オタクやめれたのかどうか年末にでもお願いします。オタクやめようって思うよね。なんか僕は今はもう思わないけど、僕も学生の頃とか思ったもん。結局やめれると思うよ。なんだか純粋な気持ちで押す。新規だったあの頃を思い出して。本当にそう、本当そうしな。こちとらそうだけど、もうみんなそうだけど、もうどんどん汚い心がね、成長しすぎている。オタクたちみんな、もう登場してくれただけでキャーって言ってた新規の頃思い出そう。汚い気持ちばっか芽生えてる。本当に敗北になっちゃってる。大事です。初心忘れるべからず。新規の頃の気持ちを思い出しましょう。推しに貢がないで自分磨きをする。あー、後回しにしがちだからね。うまい具合に両立はしていきたいみたいなところはありますね。バランスよね、何事も。自分磨き大事。自分磨きしつつ推しにも貢ぎつつみたいな、いいバランスでやっていきましょう。会える時に会っておく。それはそう、本当に会える時に会っとこ。本当に、なんか気になる子とかいるじゃないですか。まだ直接ライブ見たことなかったり、知ってるけど SNS 上とかで気になる子とかいるじゃないですか。行けるとき現場行っときな。マジで本当に行けるときに現場行って、見たいライブは見れるときに見て、押したい子は押せるときに押しとかないと絶対後悔する行けるときに渋らないで、行けるもんは全部行っときなって思う。はい。推し変しない。かっこ1年も推しを維持できずに新しい推しに乗り換えてしまうので、新しいもの好きオタク、まあしょうがない、そういう体質だから。無理して推してても楽しくないと思うんだ。本当は乗り換えたいのに、なんか自分に嘘ついて無理して同じ人を推しとかなきゃみたいな、似たいのしてても自分が面白くないし、別に付き合ってるわけではないので、もう好き放題乗り換えてもいいと思いますよ。別に好き放題乗り換えて楽しんでください。それはそれで正解だと思う。デビュー10周年を大いに楽しむ10周年なんですか2022年。おめでとうございます。素敵な1年にしてください。いろいろビッグイベントがあるのかな。10周年ツアーとかあるのかな。盛大に楽しんでください。入る予定のなかった公演をライブ終わりのノリと勢いで買わないこと軽率オタク。いいんじゃない、そういうの楽しくないですか。そういうのもダメ。ライブ見てめっちゃテンション上がってノリと勢いで他の公演も買うとか、よくない。そんなもんじゃないの。どうだろうか。そんなもんだと思うんだけど。ダメ。貯金もきちんとできるオタクになる。貯金はしとこう。何かあった時のために貯金はしときましょう。貯金もきちんとできるオタクに、だからオタカツもしつつ、お尻も貢ぎつつ、貯金もできたらもう花丸満点だよねって。花丸満点、花丸満点。受験合格して初ライブに行く。お、好きな推しの初ライブに、まあ、確かに受験か。今受験が合格したらいけるの。頑張ってね。現場解禁賞すんの。現場解禁賞って書いてる。全通オタ強いいな。全通すんだ、すげえな。体調にだけは気をつけな。
なあ。降りない、冷めない、もう逃げない。逃げないって何？推しから？何？現場から？降りない、冷めないはまだわかるよ。降りない、推しから降りない。で、冷めない。もうその、冷めたくないんでしょうね。冷めない。もう逃げないって何？あれ？オタクかなってこと？その、チケットの取引とか SNS 上で知ってみたいなドタキャンして逃げたってこと？知らんけど。それしか考えられないんだけど。だとしたら逃げんのはマジでやめな。マジ大迷惑オタだから知らんけど。チケット取引とかグッズの取引とかをドタキャンして逃げてたりしてたんだとしたら絶対やめな。推しと付き合う。何推しと付き合うってやめなよ。僕ないよ。みんなの推しじゃん。自分だけのものにしないで。取り上げないで。取り上げないで。すげえな。ってことはなんか行動に移すってことでしょ。新年明けてから付き合えるようにまずつながってみたいなことしだすんでしょ。ほんとやめな。いい加減にしなよ。いいことなんもないから。推しに迷惑をかけない、大事です。ほんとに迷惑をかけない、足を引っ張らない、無駄なストレスをかけない。本当にそう、本当にそうです。支える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 。推しとのツーショット、笑顔で写る、かっこ私が引きつっちゃってんから、よろしくお願いします。ピース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 。気持ちいい。つれー。でもそんなもんですよ。推しとのツーショットでベストな表情で写れる人なんてなかなかいないから、引きつって当然なんで、まあ、素敵な笑顔で写れることを祈ってます。キューちゃんの動画に紹介される。そんなのが目標に掲げてくれんの、かわちい。紹介されたんで、目標達成なんで、新しい目標掲げてください。素敵な一年になりますように。レスがなくても怒らない、切れない、帰らない。途中で帰ってたの？レスもらえないからって。そりゃもったいないよ。もしかしたらラストのラストのアンコールとかでレスもらえるかもしんないのに、途中で帰るのはもったいないけど、怒らない、切れない。まあ、切れんのはま、違うよね。わかるけど気持ちは。いやいや、最善行くのに欲しとんじゃねえよって思うけど、切れんのは違うから、それこそもう推しに迷惑かけちゃってる、無駄なストレスかけちゃってるから、もう、本当にレスをもらえたらありがとうくらいの気持ちでいないと、本当に。それはもらえた当たり前と思わないで。それはそうじゃんか。我々はもらえたら本当にラッキーだよね、ありがとうだよね、ごちそうさまですよね、ごちそうさまですっていう気持ちで言いましょう。5列目以内でライブ見たいです、かっこ運だけど、これはもう完全に運ですね。これは完全に運です。でもなんか現場数増やして弾けるとこ全部行ってたら弾く確率も高くなると思うんで、前の方とも全然違うからね。いや、僕も最近前の方で見てないな、全然。もうめっちゃ後ろの方だけど、学生の頃よくすごい、もう6列目とか3列目とかで見たりしたことあったけど、もう世界が違います。目が合っちゃう。コミュニケーション取れたりする。推しを有名にする、それはそう、頑張りましょう。推しを有名にしよう。自名義でライブ当てるに限る、かっこできたら紙席も追加で。名義が強くあれ2022。自名義で当たってほしいね。やっぱ違うよね、やっぱ自分の名義で当てるのと当てないのと絶対違うから。実家を特定しない、やめな、絶対やめな。実家特定しようとするのバカじゃん。やめなって、やめなさい。心が広いオタクになる、なりたいね、なれないね、なかなかね。そうだね、なりましょう、頑張りましょう。運営と仲良くなる。なんでよ、運営と仲良くなるってなんでよ。確かにその目つけられたりすると やりづらいし行きづらくなるけど、別に仲良くなるって何、仲良くなっていいことなかないよね。おもろ、仲良くなる、どうやって仲良くなるの運営と。僕運営と仲良くなったことないんだけど、運営とってどうやって仲良くなるの。笑う。社会人になっても変わらず現場に行く。あ、学生さんかな、で社会人なのかな。2022年、生活のスタイルとかも変わるんで、なかなかもしかしたら今まで通り好き放題行けたりすることもなくなってしまうかもしれないんですけど、それでも行けたらいいですよね。やっぱ生活のスタイル変わるとさ、なかなか行けなくなっちゃったりすることもあるからね。推しの前で泣かない。泣いちゃうの、あえて嬉しくて。かわいちい。あえて嬉しくて泣いてんなら可愛いけど、なんでレスくれないんだとか言ってこじらせて泣いてるんだとしたら、それはちょっとね、ちょっとご迷惑かけちゃっていいんじゃないかだろうか。わかるけどね、泣きたい気持ちも。匂わせを嗅いでも冷静にする、無理だよそんな。匂わせる方が悪いもん。冷静に色なんて無理でしょ、匂わせされて。そんな、それは別にいいと思う。
うん、匂わせを嗅いでしまったら大声で吠えていいと思うぞ。うん、遠吠えしていいと思う。遠吠え、うおー、匂わせしてる、うおー。遠吠えが聞こえたら推しが匂わせしてる。ラジオのお便り読まれたい。あー、いいですね。ラジオで採用されて推しに名前を呼ばれたい。素敵で紹介されて、あー、わかるよこれとか言ってラジオに言われたい推し。わかるな。金欠から脱するなかなか難しいけどね。一回金欠になるとそのままなんかずっと金欠のサイクルみたいになるからさ、結局ぐるぐる回って抜け出せないみたいになるけど、抜け出せますよね。推し君と結婚するようござんしたようござんしたね。おねむちゃんちだでーすね。ご結婚されたいということでね。おー、じゃあおねむちゃんちだで、はーい、話すことはないですないですないです。ようござんした。まあかわちいですけどね、推しと結婚するって言って、これまだかわちいです。掲げてるのはかわちい。なんかつながるとか言ってるとちょっとリアルだけど、推しと結婚するって言ってるのは全然かわちい。え、今その横算したみたいな流れやったけど、推しと結婚するんだっていうのは僕かわいいと思うんですよ。ただ推しとつながりたいんだっていうとちょっとガチ感が出る。状況としてはつながるより結婚の方が固い絆の方が結ばれているからすごいことなんだけど、ただ結婚したいんだっていうのとつながりたいんだっていう目標に関してはつながりたいんだっていう方が悪質ね。え、結婚したいんだっていうくらいの気持ちで応援しましょう。推しと生で会うこと、会ったことないのかな。ビビる。推しっていうものと直接生で会うと、え、やばいよ。顔こんなちっちゃいよ。ヒデさんでヒデさんよーってなるから。泣かない、止まない、望まない。望んでいくない、望ませてよ。で、望まないって、望まないんだってオタクに言わせちゃおうしってどうなの、ね、どうなの。望ませてよ、だって望んだっていいじゃん、だってどうぞ。そういうことじゃないの。望まないってそんなの望みたけど、望まないか。彼氏作ってオタクやめる言うじゃん。彼氏作ったオタクやめるって。彼氏作ったとってオタクやめるよ。だっていましたもん、この間企画で読んだけど、そのクリスマスに推しに会いに行ってダッシュで彼氏のとこ行って彼氏と一緒にチキンを勝ち込んだっていう子がいたりしたから、オタクの人って結局さ DD だったりするとさ、いろんな両立できるじゃないですか。推しが何人いても両立できたりするから、この両立とかが得意なんですよ。だからその彼氏ができたって、それも一人の一つの推しっていう概念でうまいこと現場回せるんよ。こうやって慣れっこだから、その現場回しが。だからその中に、ただこのサイクロの中に、まあ、ちょっとめちゃめちゃ近い存在の彼氏っていうものが存在しただけだから、全然もう回せる、回せ、もう大道芸大道芸でもいいですね。彼氏を作るって目標が素敵ですね。はい、ということでそんな感じでお届けしてきましたが、まあ、2022年、皆さんが素敵なオタ活をできますように、でみんなが推しにいっぱい幸せにしてもらえますように、僕も推しに幸せにしてもらえますように今年も1年よろしくお願いいたします。